あのー、木の自分でもすっごいびっくりしたんですけど、今僕ね、雪国にいるんです。っていうのも、の次回作のですね、あのー、ロケハンというかシナリオハンティングですね。まあ、ストーリーを脚本を書くときにですね、ちょっと参考にしたいことがあってですね、面白いんですよ。雪国の、まあ、ある地域のある場所ではですね、まあ、条件が整うとですね、木に、まあ、雪がつくんですけども、その雪のつき方が一方、 からですね、風がずっと、風が同じ方向からずっと吹いてるその場所っていうのは、ちょっと雪のこの、あの、つき方がちょっと独特なんですね。で、それを生で見たいなぁと思って、もうこれ思い立ったが吉日でですね、えっ、ー、と、もう飛行機乗ってですね、雪国に来たんですけれども、で、昨日はですね、一日もカメラを持って、ほんと雪山をですね、ザク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 歩いていたんですよ。 で、そこの場所っていうのは、えー、まあ、観光のお客さんもいたりだとか、あとはあれ、スキー、スノボ客の方もいらっしゃったのかな。まあ、他にも、あの、ちらほらとお客さんがね、えー、いてて、僕一人ではなかったんですけれども。で、僕、こう、カメラをこう、構えながらですね、その雪道を行くんですよ。で、こう、わすげえな、すごい、あ、木がこんな感じになるんだっていうので、興奮しながら、こう、シャッターをパシャ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 切ってたらですね、 もう、もうこのおじさんですね。もう足がもつれてしまってですね、ツルンってこけて、顔からですね、あの、雪に突っ込んだんですよ。で、まあ、ふかふかの雪だからさ、別に痛かないですよ、顔から突っ込んでも。で、えー、バーンって顔から突っ込んだ後に、僕何をしたかっていうとですね、その、すぐ立ち上がらずにですね、あの、自分のこう、顔の周りの雪を調べ始めたんですよ。<laughs> 雪の質とかを。 で、別に、あの、先に言っておきますが、僕、雪の質を知りたいやつじゃないですよ。何のためにこの雪の質を調べてるかっていうと、他のお客さんが、あ、あいつこけやがったって、思ってるわけじゃないですか。で、僕はそう思われたくないんですよ。僕はこけたわけではなくて、雪の質を調べたかったんだっていう感じを出したくて、バーンってこけた後に、雪の質をこうやって調べた。焦げてませんよ。あの、西野は焦げたわけじゃないですよ。すごい勢いで、今、雪の質を、 調べに入ったんですよっていうパフォーマンスですね。でもさ、そんなのわかるじゃん。あいつこけやがった。そしてこけたことを隠そうと思って、今必死で雪の質を調べてるっていうことにしてやがるっていうところまでバレてるじゃないですか。 <laughs> なんでやっちゃうんだろう。そんなこともう100人が100人わかるじゃないですか。あいつごまかしに入ってるっていうことって、100人が100人わかるじゃないですか。僕だってわかりますよ。目の前のおっさんがバーンってこけて、その後、おっさんがそのまま、あの、こけたまま雪の質調べたら、うわ、ダッサいごまかし方するなって思いますよ。だけど、当事者になってみると、やっちゃうんですよ。雪の質を調べちゃうんですよ。こけた後っていうのは。なので皆さんね、もし雪国でね、雪道歩いていてね、目の前でおっさんがこけて、 あのー、こけたおっさんがですね、雪の質を調べ始めてたらですね、そっとしてあげてください。もう見なかったことに、もうすごい雪のことが好きなんですね。あなたっていう感じで、もう通り過ぎてあげてください。よろしくお願いします。